日野製薬は、長野県木曽郡木曽村に本社を置く製薬会社。江戸時代後期から多木信仰の広志官業者と革命業者から伝承された、もぐさの販売に携わっていた日野屋が1947年に製薬会社を製薬会社、現在長野県木曽村に本社を置き、大竹山麓の大竹店、里宮店、木曽福島道の駅木曽市場店。 中仙道奈良井塾の奈良店に直営店舗を持つ。小薬配合の日野もぐさ丸、広し、しるべ丸、もぐさ、もぐさ城などの医薬品を製造販売している。日野もぐさ丸、もぐさは、江戸時代後期、木曽御竹山に祀られる歌木大権現の選択を受けた主験者が御竹山麓に自生する木肌のない日を煎じて、 薬とすることを村人に伝授したのが始まりとされている。幕末当時は富士信仰や伊勢信仰といった民間信仰の全国的な流行を背景に、宇多木信仰も江戸、尾張、大阪へと広がっていった。御嶽山の主元者が伝えた薬は、宇多木信仰の信者にご新薬として扱われるようになったため、主に中仙道基礎十一宿の北部、奈良井、籔原基礎福島、 見かけ、大滝などでは、家電薬としてこの薬の製造を行うようになった。江戸時代に、中仙道の矢部原宿で旗号を営んでいた、日野屋は、う滝東杯の信者や旅人に販売をしていた。矢部原の鳥居峠の養杯所境内にある石碑の中に、そのルーツをたどることができる。関東校舎によって建てられた、不動明王像の台座には、地元世話人として、 やぶはらしく、日野屋、文平の名があり、1861年の、御嶽体験現像には、当初、小山宿日野屋、文平とある。1877年それまで西洋医学、偏重であった、明治政府が、売薬としての家電薬の製造を許可。同時に、御嶽信者のご神薬が、もぐさ公として申請される。これが、基礎のもぐさのブランドを確立。の名は、 中国の新郎が百草を舐めてその薬工を試したという故事に由来するとされている。販売許可が出てからは、御嶽信者や御嶽山の登山者の増加とともに、御嶽山の霊薬、御嶽土産として、もぐさの需要が増えていった。1911年中央線全線開通以降、宿場が衰退、日の屋が旗子を廃業し、もぐさの販売を家業として始めた。 九百三十五年頃には、木曽福島町、三竹村、大滝村ほか木曽路沿道でのモグサ製造者は、およそ四十件を数えたが、その規模は小さく、各業者とも大きな鍋を備えての家内食であった。終戦による、統制解除後の九百四十七年に、日野屋十0代及び十一代当主の日野文平が、日野製薬合名会社を設立し、木曽村や部原に本社を置き、 もぐさ、もぐさ丸、きおマ丸の製造を本格的に開始した。そして1967年3月、日野製薬株式会社と開祖し、今日に至る。中仙道宿場、御嶽山、登山、御嶽信者と深く係りを持ち、もぐさと共に発展してきた製薬会社である。日野もぐさ丸、広志道丸不動岩、ありがとうございます。